はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。今日は株式会社パッショントラスト、代表取締役中尾達也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今どんなお仕事をやられているか、まずご紹介、はい、自己紹介お願いしますか。はい、わかりました。まあ、当社株式会社パッショントラストはですね、大きく3つの分野のお仕事をさせていただいております。はい、分かりやすく言うと、一つは経営者さんですね、うん、中小企業を対象とした経営者さんの、まあ、コンサルティング事業ですね。そして二つ目が企画プロデュース事業。まあ、もう少し具体的に言いますと、はい、新規事業の企画ですとか、うん、まあ、セミナー等のですね、企画などもやっておりますけども、まあ、アイデアをどう生かして形にしていくかっていう、これ企画ですよね。企画、さらにそれをプロデュースしていく、はい、まあ、企画プロデュースの事業ですね。はい、そして3つ目がウェブのソリューションということで、まあ、サイトの制作、はい、まあ、ウェブマーケティングのきっかけを作るところですよね。はい、そういった、主に3つの分野で今事業を展開しております。3つ、はい、じゃあ具体的にその3つを聞かさせていただきたいんですけど、はい、1つ、そのまずコンサルタント、はい、それはどういったことをやるんですか。はい、はい、まあ、今申し上げましたように、はい、まあ、相手が、まあ、経営者さんですので、はいはいはい、大体こう規模感で言いますと、うん、まあ、数億円から、まあ、数十億円くらいでですね、うん、まあ、社員さんが数十人から、はい、まあ、数百人ぐらいいらっしゃる会社さんが、はい、まあ、今一番多いですね。はい、でそうすると、やはり社長さんの悩みって、まあ、こう決まってくるんですね。うん、まあ、いろいろあると思うんですけども、はい、例えば一つ挙げるならば、はい、会社のその、まあ、お金の流れですね、うん、キャッシュフロー、うん、これが分かってるようではなかなか分からない、いわゆるどんぶり経営になりがちなんですよね。あるようでなかったりですね、そうですね、はい、下手したら黒字なのに倒産してしまうというキャッシュがないから、まあ、そんな現象もありますんでね、うんうんうん、まあ、こういうものがあったりとか、はい、あとは社員さんがいらっしゃるんで、自分の社長の立場と、その社員さんの立場のギャップですよね、うん、ここはなかなか埋まらない、はい、まあ、イライラしてしまうんですよね、はいはい、思うように働いてくれないと、利益上げてくれないと、はい、まあ、そんなことがすごい多いですね。一つ二つ言うならばですね、はいはいはい、まあ、その解決をするための、うん、まあ、社長さんの思考の整理や、うん、その組織の中での溝を埋めていく、まあ、いろんなコンサルティングをさせていただいております。あ、はい、そういうコンサルティングをされる会社さん、個人さんって結構いらっしゃるじゃないですか。はい、で中尾さんがそういうコンサルティングをする上で、はい、まあ、その今までこう過去培ったこととか、はい、そういうことでこう他と違う、まあ、強いところっていう、のはどういうところが強いんですか。ね、そうですね、まあ、差別化できる点というところで言うと、うん、まあ、そこを入る前にお伝えしたいのは、はい、まあ、僕がやはり大事にしているのは、まあ、一つはあり方ですよね。あり方、まあ、これあり方、考え方、うん、まあ、マインドなんていうことをいろんな言葉で使えると思うんですけども、ほうほうほう、まあ、僕の定義で言うと、はい、まあ、あり方ですよね。で2つ目が、まあ、やり方ですよね。あり方、やり方、はい、まあ、これ知識っていう言い方もあるかもしれませんね。うん、で3つ目はやはり行動ですよね。あ、これ順番がどうだっていうことは今ちょっと割愛をね、はい、させていただきますけども、やっぱり一番最初に行くのはあり方だと思うんですよ。うん、気持ちの問題ですよね、はい、一言で言うならば、はい、で行動するのが一番大事ですよって皆さん言うと思うんですが、はい、言いますね、まあ、もちろん大事ですよね、はい、動かなかったら先進みませんから、はい、でもその時のやっぱ気持ちの問題ですよね、うん、どういう姿勢でその、まあ、お客様なのか、はい、何かその目的に対してなのかをちゃんと自分の中で覚悟、はい、まあ、コピットしてないと前に進めないじゃないですか、はい、なんとなく動いてるみたいな感じになっちゃうんですよね、はい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 、まあ、そういう意味で一番はやっぱあり方なのかなと。で成果を求めようとするじゃないですか、行動によって、はい、そうですね、で成果ばかりを求めるばかりに原点が何だったのかってことを忘れてしまうことが、まあ、どうしても多いんじゃないかなと、うんうん、まあ、そういう意味でやり方からあり、そしてやり方も大事じゃないかと、うん、ただ動いてるだけ ですね、走りながら考えるというもののですね、はい、まあ、そこにちょっとしたテクニックだったりとか、はい、まあ、戦略っていうことになっちゃいますかね、はい、まあ、マーケティングだったりブランディングっていう手法がようやくありますけども、うん、まあ、そういう考え方をちゃんと枠を持ってないとどう動いていいか分からない、ただやみくもに走ってる、目的がないような形になっちゃうんですよね、はいはい、まあ、ということでこの3つをまず軸にしておりますと、ね、でその中での、まあ、私ども の特徴というのは、はい、いわゆるコンサルティングというのは、まあ、そのコンサルタントまたはそのコンサルティング会社の、まあ、フレームがあると思うんですよね、はい、まあ、それをこう徹底的に押し付ける傾向が
どうしてもあるんですよね。はい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 、はい、まあ、こうですから、こういうふうにやりましょうという、はいはい、そうすると相手のやり方、まあ、または考え方、まあ、先ほどの部分に当てはまるかどうかこれ分かんないんですよね。そうですね、うん、まあ、徹底的に続けることしかできないかもしれませんよね、はい、まあ、その結果どうなるかこれ分かんないじゃないですか、はいはい、それよりも僕はやっぱり相手に合わせる、相手の現状ってあるはずなんで、うん、この一つの方法論をこれでお願いしますという押し付けるよりは、うん、まあ、根底の考え方はあれども相手の状況に対してどうそこをつなぎ合わせられるかだと思うんですよ、うんうんうん、まあ、これが実は企画力なんですよね。はい、そういうことですね。私すごいこう最近よく考えるのが、はい、こう企画、いい企画はある、うん、いいアイデアはある、ただ続かない、行動力っていうのもなかなかこう瞬発的なことはできても継続的なことはできないっていう、そういうことにこう悩む企業家さん、社員さんいらっしゃる、うんうん、そういうこう継続的にやる方法とか今やられている方法ってこうアプローチしているコンサルされていることってありますか。まあ、俗に一般的なそのやり方の部分で仕組み化っていうことになってくる部分は確かにあるんですよね、はい、どう短期的にそして成果につながるのかっていう仕組み作りがあると思うんですが、はい、まあ、これもありながらもやはり大事なのは、まあ、あり方の部分ですよね、はいはいはい、どうしても戻るのがどうしてそれをするのかっていう目的意識、その目的をどこに設定するか、うん、それは個人として会社として、はい、どこにこうプロットするのか、やり方いろいろあるんですけども、うん、そういうことですね。なぜそれをやるのかっていうことを、はい、分かりました。じゃあ、あとその、まあ、意味付けですよね、はいはい、今こう先ほどおっしゃったウェブがよくやられている会社が多いと思うんですが、具体的にそのウェブのどういった部門をやられているんですかね。まあ、ウェブというといろんなタイプがありますが、はい、普通にコーポレートサイトもありますしね、うんうんうん、企画型のサイトもありますし、うん、あとはその個人のコンテンツマーケティングとしてのメディアですよね。メディアの制作とか、まあ、そういったものを作っていることが多いですね。はは、私こう一緒にいる機会がすごい多いので、はい、中尾さんのすごいところはやっぱりこう人とのつながりがすごい強いんですよね。特にこう、うん、ありがとうございます。なんですかね、著名人というかそういう方とすごいつながる能力があるんですけど、そういう時になんかまあ自然にやられてるのかもしれないですけど、なんか気にしてることとかなんか考えてることあれば、なんかこうやり方を皆さんに。そうですね、まあ人によって主体とその相手との間でいろんなやり方があると思うんですけども、私の場合はその相手との中で相手が大物であれば大物であるほどですね、どう取り組もうかっていう意識でやってますね、うんうんうん、取り組むっていう姿勢でやってますよね。まあ、逆にその失礼ながら、まあ、何かをこう提供する側といえば、うん、だどう教育するかっていう、いずれの場合もまあ伝え方がすごく大事なので、伝え方ですね、まあ、伝え方が時に強くなる場合もありますけども、うんうんうん、まあ、そこを思いがあってのことなんで、はい、まあ、相手がどうしたいのか、うん、それに対して自分がどう答える覚悟を持っているのか、こんなことを意識してますね。わかりました、はい、じゃあ最後に、はい、こう一言お願いします。はい、見ていただいている方、ご覧ここまでいただきましてありがとうございます。まあ、株式会社パッショントラストでは、まあ、企画発想型のコンサルティングを提供しておりますので、何かこうもともとね社長様の場合はどうしても皆さんわがままな方が多いですからね自分のこうやっていきたいことをそのまま通したいって方が多いので、そういう時にこういうふうにこう上から目線でね来られるのが嫌だっていう社長さんはですね、ぜひ企画発想型のコンサルティングを一度ですね、受けてみてください。多分、今までとはまた違った世界観、そして進め方が広がっていくと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。今日は株式会社パッショントラストの、代表取締役中尾達也さんにお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました、はい、今日はありがとうございました。